台南海軍航空隊は、日本海軍の部隊。1941年10月1日に開設され、1942年11月1日に、第251海軍航空隊と改称した初代、および1943年4月1日開設の2代目が、ある。台南空隊南航空隊歌詞館登場員の写真。高列左から西沢博義、福森大蔵。 木村博遠藤正明、小林勝美、国分武武一。中列左から大田敏夫、酒井三郎、米川正吉、宮雲一。前列左から大西金目四十三、石川清二、熊谷健一、山本健一郎、中野章。1941年10月1日、第一航空隊戦闘機隊を母体に、戦闘機航空隊として発足した。 零式艦上戦闘機二十一型、九十八式、陸上偵察機、二式陸上偵察機を装備。指令に、樋口宏大佐、飛行長に、小園安寮少佐、飛行隊長に、信号営業隊員、千人分隊長に、浅井正夫隊員、分隊長に、戸梶忠恒隊員、瀬戸万十,十三隊員、三沢正美注意、若尾明注意、牧幸雄注意、通信長に、 その田美希少佐、整備庁に中川定一機関少佐、整備分隊長に有松進機関隊員、軍医長に藤村信義軍医少佐、主計長金子政三郎主計隊員が配属された。所属機式別省は V。主要な戦い省は16年12月8日、太平洋戦争開戦時、午前4時、発信予定であったが、 三時よりノームが台湾を襲う。今晩六時、味方機動部隊は、ハワイ機州に、成功せり、いたずらに時間を空飛し、台南航空隊搭乗員は機州攻撃が、頓挫するのではと不安になる。しかしこれは成功の要因となり、霧が晴れるとともに午前十時四十五分台南空、零戦隊は、第一時攻撃隊に高尾空、一式陸航二十七機、かの屋空、 一式立二27機を第3航空隊、横山保津隊員が零戦54機を引いて、第2次攻撃隊は、高尾空、一式立二27機第1航空隊、96立二27機を台南航空隊、信号営状隊員が零戦36機を引いて、出撃。戦火報告撃墜12機 地上撃破29機を報告昭和17年1月1日、元旦を、ホロ基地で迎えた台南ラ空本隊は、お祝いと皇居要拝を行った後、浅井正夫隊員率いる冷戦8機でプエルト、プリンサラを機銃奏者。戦火報告不明1月11日11時より、発進の4着の戦団護衛隊の豊田光雄将尉、山上常弘に飛走。 小林刑事一飛走羅 B-17 一機を発見。これを攻撃し、撃墜を報告。戦火報告 B-17 一機撃墜2月8日、新号秀樹隊一率いる冷戦9機は、早朝バリクパパンを出撃、バリ島天サルを攻撃。途中じゃは海上空にて B-17 変態を発見。これを攻撃し、撃墜を報告。 戦火報告 B-17、5機撃墜2月27日、正午に、敵艦隊発見の通報を受け、2水戦、4水戦が出撃。途中、敵空母発見の知らせにより、牧幸男隊員率いる冷戦9機は、高尾空、一式立航16機を護衛。途中、第3航空隊、横山保隊員率いる冷戦6機も参加。戦火報告飛行機輸送艦、 ラングレー撃破3月12日、台南空及び第3航空隊の新編成が行われる。新号秀樹隊員が内地へ帰還。新任に中島忠志少佐が着任。台南空からも半数が内地に帰還。1942年4月1日、第25航空船隊が新編される。十五航戦は編成上、第十一航空艦隊所属だが、 連合艦隊は軍隊区分で南洋部隊に配属され24航線に代わりラバウル方面で西方空襲部隊任務を引き継いだ25航線には台南空4空横浜空が編入された23航線で南西方面作戦中だった台南空は飛行機を現地部隊に渡して人員のみラバウル方面に移動した 台南空はラバウル及び、雷方面で、作戦中だった四空の戦闘機体の人員、機材の大部分を吸収し、バリ島及び、クーパンに展開中だった台南空本体もラバウルに、進出した。定数は、戦闘機45、陸田6。4月16日、台南空本体ラバウルに進出。余談だが、この時輸送船小巻丸に乗っていた、搭乗員のほとんどが、 船酔いや、体調不良に悩まされ、到着後山の上の海軍病院に入院。5月7日、産後海海戦の支援に第4航空隊、一式立航12機、元山航空隊20機が、ラバウル発進。羅駅地からは、中島省佐式の零戦11機も出撃。しかし、策的限界を突破しての策的であったため、前期ニューブリ点灯のガスマトに不時着。 戦火報告戦艦一隻、撃沈、一隻大破、従順一隻大破。7月26日、酒井三郎一飛走は、敵飛行場に、短期突撃。戦火報告敵機10機撃破8月2日、8時10分より、B-17、5機来襲。空戦により前期撃墜、8時20分 P-39、3機来襲。 空戦により全機撃墜9時 B-265 機、来週空戦するも、敵機本走、9時35分敵機発見も逃す。11時サラモア南方洋上に、B-17、1機来週、不確実撃墜。戦火報告9機撃墜うち2機不確実8月7日、つらぎより、敵上陸部隊来週の急報により、ラバウルの、第5空襲部隊。 豊橋で連成、再編成にかかった。所属機識別所は UI へと変更。1943年5月14日、ラバウルに再進出。再進出当初は例戦装備の昼間戦闘機部隊と小園司令の考案した射重を追加装備した夜間戦闘機月光装備の夜間戦闘機部隊の2体が配備されていた。例戦隊は ラバウル航空隊の主力戦闘機部隊として構成に転じていた米軍とのソロモン、東ニューギニア方面での戦闘に当たった。月光隊も5月21日夜にラバウルに来襲した B-17-2 機を発撃追するなど戦果を上げていった。9月1日、251空は正式採用となった月光24機を揃え、夜間戦闘専門部隊として編成が変わった。 例専用員は2 0 1空や2 5 3空へ転属となった。しかし皮肉にもこの頃から、米軍の攻撃は夜間爆撃中心から昼間爆撃中心に変わりつつ、あり、活躍の場はほとんどなかった。1944年2月、トラック島に交代したが、トラック島空襲によって機材は壊滅した。その後フィリピに交代したが7月解体。 野戦要員は153空へ、トラック島残留者は東カロリン海軍航空隊へ、一部の隊員は内地へと転属となった。1943年4月1日、練習航空隊として発足。艦上戦闘機、艦上爆撃機、艦上攻撃機の協定が行われる。また、台湾周辺の防空、哨戒も行った。 1944年1月特朗一機が入隊。以降、おつ飛行予科練習生の教育も行う。1945年1月18日、神風特別攻撃隊新高隊を編成して、以降、特攻にも従事。所属機識別賞は、隊。牛尾処防光人社隊南空戦闘日誌。ありがとうございます。